美術で日本を研究する、絵画骨董会トリプロ集華堂の田中です。松井冬子さんの本がね、突然出てるのでね、ちょっとびっくりしたね、買ってみました。別冊対応ね、なか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 美人、松井冬子さんね、まあうちでやってる作家さんとちょっと親しかったりなんかして、まあ我々もちょっと身近な感じがする作家さんなんですけど、ね、しばらく最近なんか全然ね表に出てきてないような感じなんですけども、まあ突如こういう本を出されてね、ちょっとびっくりしましたよね。でこれ映像作品 の切り取りしたやつなんですけど、まだーとこう載っててですね、で最後の方に、なんですか、この留守番をね彼女今やってるようなんですけれども、これは実は新宿の西口だったかな、割と駅近にあるですね、都会型のお寺の、これ何院だっけ、瑠璃光院だったかな、の、まあ、書院を作るのに、すごい、すごいね、多分、襖の数半端じゃないと思いますよ、これね。ここにずっとね、もうこれだけ書いたらね、ちゃんと公開をね、ちゃんとしないともったいないですけどね。まあ、なかなかの迫力のもんです。これもうだいぶ何年もかけてるんじゃないですかね。これの、この春、これはなんだ、桜ね。桜といってもちょっと、あれですね、梅津にもちょっと近いですけどね、この描写の仕方はですね、まあこれちょっとご本人の話はこのどういう描法で書いたのか聞いていませんけども、まあ日本のいろんな伝統的なその描写法は勉強されたんじゃないでしょうかね。その上で現代的なこの描法をご自身で開発して書いたんじゃないかと思いますよね。なかなか立派なものだと思いますよ。ということでですね、はい、まあ興味深い作家だと思いますということで、別に、はい、宣伝することはありませんけど、はい、はい、まあ、1トピックでした。はい、はい、